レートスケール、イーブン、ミッド価値。夫このマッチアップどうな？連主導権は取れるか？連主導権は取れそうだけどな。取れそうだけど弱いよな。ガンク、ジャングルプレッシャーでコントロールされて詰みそう。ボット。育っても柔らかいし。重要なのは、まあ、ノー CC っていう点だよね。ファイトできねえ。始まりました LGL 2022サマースプリット Day1 ゲーム4デトネーションフォーカスミーバーサス。まず CC がないんで手前から溶かすしかないで、カイトするしかない。でもカイトするためのスキルがない。相手は超エンゲージ構成です。ヨネのアルティメット、セジュアリのアルティメット、ウコンのアルティメット、これを全て歩いて避けたら勝てます。大変面白いことになってます。その上で、連主導権取って先にテンポを取ってタワーを取らなきゃいけない。けどリクターは序盤確かに連強いけどヨネには勝てない。ケイルはレートスケールチャンピオンだから序盤セジュアリに勝てない。じゃあセナとケイルはどうなのか。序盤確かに連押し込むことはできるだろうけど、結局セナもスケールチャンピオンだからジンクスの通行でパワーが逆転する。でウーコンビエゴは6レベルでウーコンが勝てるようになる。6レベルから戦国ゲーミングは自分たちのゲームをするだけでいい。それまでジェットお願い、レーン負けないでねっていうやつですね。 1V1 で有利取ってくれ、頼むジェットお願いしますっていうやつです。そうですね、 84% ということで大きな期待を背負っています。いや、レベル1からボットレーン激しいですね。ベタモメだったんですか？すみません、僕し、あの友達と試合見てて、あの聞いてないんですよ、実況解説。ミュートにして、あの知り合いと見てたんで。こうじゃない、ああじゃないって言いながら。結構、タムケンチェガが最近だとそのパッシブ等々を生かして、耐え切ってしまうっていうレーニングが結構あるんですけど、ただこのマッチアップセナもいると。勝てるんだね。さすがに2人からのハラスを受け続けると。まあでも序盤は勝てるわな、さすがにカルマが強いもんな序盤。いや、ユタポンもかなりいい形でポークできてますね。できてますね。 CS 取るときにハラスするだけでいいし、非常にこう重要になってくるわけですけど、スタックの溜まりやすさっていうのも変わりますからね。ジェットが負けなきゃいいんですよ。ミッドレーンではジェットが早速ヤハロンとのワン負けないね、ジェット。さすがですね。体力リード取りました。ジェットナンバーワンミッドじゃないかな、 LGL で。繋がるかと言われるとちょっと難しいですけど、それにしてもジェット選手のレーニングっていうのは凄まじいですね、はい。まあ、それを生かす戦国ゲーミングのドラフトでしたからね。あ、ワード見てなかった。ワンスの位置はラプター横に置かれたワードにかかっているので、デトネーションフォーカスに気づけています。どういう風にワード置いてた？ごめん、開幕までちょっと待って。このルーン選択からもそういったところ、ワードいつも見るの忘れんですよね。開幕ドラゴン前に1個ワード、はい、そして戦国側が置いて、これはエンティが置いたワードか。一応生かしてデトネーションフォーカスミーが体力トレードは有利を取りましたか。おお、そして入ってくるのを警戒したのか。いやでも入ってこないだろこのコースで。ああでもそっか、荒らされたらめんどくさいのか、カルマセナで。でもレーンに置いてよかったと思うけどな。マッチアップめちゃきついでしょ、レーンにワードないと。これ手前のブッシュにワード置いてさ、もうセーフティーにするっつって。あ、これがヤハロンが置いたワードね。はいはいはい。セナもいるということで、さすがに2人からのハラスを受け続けるとちょっと苦しいですね。いや、ユタポンもかなりいい形でポークできてますね。できてますね。
まあ、これが連でできるかどうかがセナっていうのは非常にこう重要になってくるわけですけど、スタックの溜まりやすさっていうのも変わりますからね。いやミッドレーンではジェットが早速ヤハロンとの 1V1 リード取りました、体力リード取りました。イグナイトではないのでこれがすぐさまキルにつながるかと言われるとちょっと難しいですけど、うまいな DFM ボットレーン、トレーニングっていうのは凄まじいですね、はい。ちゃんとビオガがボットレーンのカバーできるタイミングでタワー当てて、これからビオガが離れるからビッグウェーブ当てたから今度はプロウェーブになる。プロウェーブを作るかどうかはあれ次第だね、レーナー次第だけど。でちゃんとパズもビッグウェーブをタワーに当てて、今度跳ね返りのプルでウーコンがボットサイド、これができないとレーナーめっちゃ苦しみます。結構簡単にやってますけど、これ基礎中の基礎ですね。でこれラストヒットだけ取るかプッシュするかの判断を、まあ、レーナーが判断するんですよね。どこまでビッグウェーブのプルにするか、リコールタイミング先に取りたいかとかで、ああパズはディープワードが置けてるんでガンクないって判断してレーンリセット判断ですね。プッシュしましたね、スキル使って。 DFM はガンクされるときついんでプル選択ですけど、これちょっとプッシュになってますね。でもプル選択ですね。こっからウーコンがボットサイドに来るんで、なるべくタワー下に押し込みたくないんですよ。ビッグウェーブ食べたい。貯めたい。ビッグウェーブ貯めてもう一回レーンリセットかけたい。ガンク一発でも来たらもうレーン崩壊しちゃう可能性がすごく高いんで、次のウェーブを貯めてリセットしたい。このウェーブでリセットかけたいですね。なんでウーコンが来るタイミングではあるんですよ。なんでウーコン来ますね、ワンスが。で、エンティが仕掛けて、あ、これガンクってすぐバレますね。で、ビッグウェーブ溜めてるんで、これ下手にダメ取れすると怖いんですけど、タムケンチって強いね。でも追い切れないんですよね。あの、ウェーブがリセットかかったでしょ。FM からすると、まあ、これが狙い通りで、ただフラッシュが落ちたんで、戦国ゲーミングも、まあまあまあ、よしよしよしということですね。で、その間にちゃんとミッドでジェットが勝って、ボットレーンに寄ってきてくれてた。結構戦国は狙い通りですね。ちゃんとチームでボットガンクしましょうねって。このタイミングはボットガンクだよねっていうのが共有できてます。まあ、それだけちょっとボットレーンの状況を改善しようと。いう動きだったわけですね、戦国ゲーミングは。ただこれをすると、はい、ビクターに、まあ、フリーでファームをさせてしまうっていうことで、ちゃんとワンスがドラゴン見に行くんだよな、まあ、できればだいぶまで決めたかったシーンではありましたね。はい、ドラゴンやってた。ドレイクはワンスが見に行ってキャンセルさせました。ジェットがミッドレーンプッシュしきったからドラゴン継続できない。スティールなんもできない。ボットレーンのカバーしかやることない。ミッドレーンもガンク決まんないし、トップもガンク決まんないし、ボットもガンク決まんないから、ファームするしかない。ワンスはここからトップサイド。はい。はい、このままだと、まあ、セナのフラッシュを落としただけになってしまうので、このフラッシュを落としたことを次に生かしていく。ボットカバーしますね。なんとかドラゴン触れねえかなっつって、タイミングずらしたから、ウーコントップサイド行ってねえかなっつって、もう一回やろうっつって、頼むっつって、ウーコントップサイドにいてくれ。ビクターも寄ってくれたんで、ファーストドラゴン取れます。ボットレーンがちゃんとビッグウェブ作って、パワーに当てたんで。よーし。さあ、ジェットをバックの解放から仕掛ける残命とノックアップ、そしてオタタク。すぎ。一気にハロの体力を削ります。ただ、これドラゴンのコールが鳴ったので、ちょっとプラン変更ですね。バンス選手はトップサイドのジャングルを一方的に狩れるという状況になったので、相手のジャングルに入っていってのブルーバフのスティール。いや、まあちゃんとボットレーンが押してるから触れたんですけどね。ミッドもそのタイミングでヤハロンが無理して押して寄ってくれて。安い状況というのをバンス選手がこれ作り出しましたね。さあブルーバフスティールは完了。バンスはそのままトップレーンへ。ただドラゴン取ったお釣りがこれですね。さあしかしグレイシャルプリズンでスタンを入れてランゾー演技、聖なる審判でエビ大将。それを受けてワンスは撤退か。いや、戦士の幻惑から旋風演武で隙あらば返していこうという動きでしたが、ここはエビも冷静な対処を見せます。いや、ここはアルティメットギリギリ間に合うという判断が正確でしたね。フラッシュを使わずにエビとしては対処しました。
ドラゴン触るんだったらリセットしてなきゃいけなかったよね。押し切っあのタイミングで。ウーコントップサイド分かってたから。でウーコンボットサイド。リフトヘラルドによるそぶりは一切ないという情報を持ってます。戦国は寄るそぶりがない。なんでミッドガンク、トップサイドから。これは名風一戦でジェット逃げますが、どうする？これはまあ時間を作る動きになりそうですかね。ブラストコーンを使ってウルフの方へ。さあ、そして、これうまくミッドのアウタータワーのアグロのみで。いやもうボットサイドは危険エリアなんでいけないです。ウーコンがレッドバフ入りに来てるっていう情報を持ってますからね、FM は。ただこれでミッド主導権がゼロになりましたから。リフトヘラルド全く触る気ないですね。もう戦国ゲーミングリフトヘラルドファイトやる気ないのかな。理由付けになりましたね。ヘラルドファイトしたらあのなんか負け癖ついてるからやらない方がいいって割り切ってんのかね。もう決勝からさもう3戦連続ぐらい FM 相手にリフトヘラルドファイト挑んでないんだよね。仕掛ける。しかしアルティメットは先ほど眼光回避するのに使っているのでダメージは足りません。おっとドーニングシャドウで歯にフラッシュアウト。夫が勝った。でかい。ただジェットが抑えられねえ。これもうヨネがミッドのボットサイドのワード壊されたらもうどうしようもない。トップもマナがなくてだいぶプレッシャー感じてる。ジェットが王様になってる。このゲーム俺がコントロールするっつってる。トップレーンでは一旦スティールがカバーに入っています。ボットレーンではユタポンのハラスが続きますね。おお、もう40スタック次行きそうですね。順調です。一回ガンク食らっていつ気づくかだね。ジェットがボットサイドのコントロールワード。なかなかこうちょっとアクションが取れていないというここまでのゲーム展開ですよね。もちろんここからパワースパイクを迎えていくっていうことになるんですけど、はい、1度目のパワースパイクであるやっぱりアルティメットを覚えたタイミングっていうのをケールのアルティメット一つでやっぱりすかされてしまっているのが問題なので、天国はマジでヘラルドファイト弱いんですよ。タイミングでもう一度アルティメットのパワーを生かして、もう春証明されたんでできると結構スノーボールしやすい環境というのは作り出せると思いますね。さあワンズのコントロールはどう叩く動きを見ている。あ、DFM のミスです。これしかしここから反転。ランゾインから入っての旋風演武。エンティもカバーに来ている。スティール再び旋風演武ノックアップからファーストブラッドはハニー。さあジェットが追っていく。残念とノックアップでユタボを捉えたぞ。そこに突っ込んでワンズ。これ何がミスかっていうとです、ボットにカルマが映ってるんですよ。ボットにカルマが映ってて天国のハニーとエンティが映ってない。ハニーが寄ってることが多分想定外なんでしょう。ハニーボットレーンに映ってないんで、ここまで追っちゃったのがもう良くないね。ハニーがボットに映ってればいいんですけど、3V3 だから。全国からしたらオールインですね。カルマボットだから 4V3 確定オールイン。エビフラッシュアウト。いや、ピンは出てましたよ、予測で。エンティの位置は。予測でピンは出てましたよ、FM は。さすがだなぁと思いますけど。だから結局、ジンクスが映ってなくて、カルマが映ったことが問題なんですよ。だからエンゲージなんです、戦国は。CC がないんで、こういう状況をあの FM は作っちゃいけないんですよ。思っていたんですけど、この数分で一気に加速しました、ね、こういうミスをもう CC があるなしでこういう状況をもう取れるのが戦国の構成なんで。カルマがボットレーンにミニオン触ってるじゃないですか。ビクターすると予想外だったと思いますね。これでまあビクターが揺れない環境点になりましたので、スネアタイミングでもしっかりとブリンク使ってジェット選手がこうユタボ選手取り切るという動き。コミュニケーションエラーっていうか純粋にミスじゃない。カルマが姿隠してりゃ戦国オールインで反転してこなかったです。になりますか。残りタワープレート2枚ですから、そうですね、ヘラルドの後ろにカルマいるかもと思いながら
ウコンフラッシュインとか多分できなかったと思います。デトネーションフォーカスミファーストタワーボットのアウタータワー破壊に成功。本来であればミッドかトップに出したかったのでって言おうとしたんですけど、まあタワー破壊までいけば悪くないですね、うん、さあただマウンテンドレイクがアップしていますが、戦国ゲーミングが始めました。リコールタイミングでもありますデトネーションフォーカスミ、はい、まあ、タワーをってのはリコールだろうっていうことで戦国ゲーミングがすんなり、うん、ドレイクに触れてますね。ここからそろそろ戦国ゲーミングが2つ目のパーティー。あ、でもボットタワーを取ってテンポ取ったんで、セナとカルマをトップに送り込んでタワーを取るべきなんですか。まだ13分でビクターはサイドに出ると非常に弱いので、ビクターをミッドに置いたまんまケールの方がだいぶ耐性が高い。アルティメットがあるのでケールがボットに行かないと、アルマセナでヨネにプレッシャー与えてヨネをコントロールできるかどうかがこれ問題ですよね。少なからずはコントロールできるんだろうけど、これがなんかヨネのポジションがさ、ゾウイとかだったらプレッシャー感じて下がってくれるじゃないですか。ミッドレーンの例えばあの CC 持ちがいるとか、ビクターじゃなくて例えばオリアナとかガリオとかだったらガンクプレッシャーがあるんでヨネが下がるんです。多分ヨネ下がらないですよね、ここからしばらく。今下がってますと怖くないですよ。さあ川潜りスールへ入っていってノックアップ決めたぞ。ジェットがボットレーンサイドから降りてくる。ハートブレーカーを逃げに使っていくスティール。さあワンスがそしてパズがトップレーンから降りてくる。一気に完璧。戦国ゲーミング1キル獲得に成功。さあユタポンがエンティにダメージ返していきますが、これは体力削るには届きません。いやスムーズな仕掛け続いてますね。さあこれでヘラルドマップまで20秒ですが、戦国ゲーミングどうするか。クラケンスリア、アルマはシュレリアじゃないと使っただろうね。同じこと言ってた裏で見ながら、なんでシュレリアじゃないんだろう。できなさそうですけど、エビ選手のレベル11、あとはビルドの完成というのがおそらく間に合わないですよね。これ今からリコールをしてっていうことになりますから、先にポジションをフォーカスに取っていくことがなかなか難しいと思うんですけど、あと裏で言ってたのはルインとキングブレード買えばよかったのにねっていう話してた。ケールがセジュだからルインドキングブレード買えば多分永久期間ができる。一生帰んなくていいケールが完成する、ルインドキングブレード買ったら。おっとジェットのリコール見えました。これでリコールキャンセルになりますか。あ、でもそこが問題じゃないんだよ結局は。ファイトができないことが問題だよ。まだでもファイトできるチャンスが一応ありますね。その常にテンポ取ってオブジェクト前に常に先手で集まって、相手がもう触らねえとっていう状態まで相手を追い込んだらファイトできます。あのよく T1 がやることですね。エルダードラゴンの取り合いもどっちもしないとあなたたち取らないと負けますよ、俺たち CC ないけどぜひ来てくださいねって、門を開いて待ってますっていう状況まで行けばファイトできます。ボットレーンにはエビが見えたまま、あの T1 がよくやるのがそれですよ。 CC ないどうすんだろう、まだ戦国ゲーミングとしてこの構成 CC なんもねえけどどうやって戦うねんつったらエルダードラゴンまで行くじゃん。ドラゴンソウルと T1 がよくそれでなんか序盤有利取ってもゲーム畳み切れないでそこまで行くのはそういう要因があります。昔からですね T1 は。でもそのデトネーションフォーカスミがファームする時間、それで勝つからすごいんですけどね。T1 はそれで勝っちゃうから。いる計算になりますからね。ただまずは視界のコントロール。でもあれはもう正直むちゃくちゃ難しいし、相手のエンゲージをめちゃくちゃ避けなきゃいけないし。始めるところまではいきません。となるとドリクが30
あの領域であのレベルでやろうやってようやく通用するってことは、 KR サーバーチャレ5人連れてこなきゃいけない。チャレ5人というかあれだね、上位 10名をなんか5名連れてこんと成立しませんよみたいな、そういう領域だから。しかもそれが普通に成立も別にしてないからね。お、なんか画面がフラッシュ落ちてヒール落ちて、もう戦えない。ジェットがヘラルドでスタックを貯めて残命塔でヘラルドピットから出ていきます。ドレイク優先なんですね。そうですね。いや、ドレイク優先でいいと思うけどな、戦国は。これすごく正しい判断だと思うよ。俺たちドラゴンソウルリーチしますけどいいんですかっつって、あの門を開いて待ってるのが戦国側になるんで、タワーのアドバンテージ取られてもぶっちゃけあんま関係ないですね。むしろなんだったらタワーシージ来てくれよ、俺たちエンゲージするからっていう構成ですから、戦国は。回避には成功しました、生還はしました、うん、デッドしなかっただけで十分といるでしょうね。ちょっとヒヤッとするシーンでしたが、うん、まあ、ちゃんとカバーしてたな、エンティが偉い。エンティが偉い、これ多分読んでたね。レッドバフカバー、ヤハロンスティール、これを狙っていくはテレポート。戦国ゲーミングもカウンターの動き、さあパズがやってきた。ああ、終わった。バッコンの解放からスティールへ、クレンシャルプレゼンスタンしたところに一気にバースト、ジェットが持っていく。さあスーパーメガネズロケット、ヤハロンに入ってジェットが追っていくが、いや、そんなことやる構成じゃないんだよな、DFM。削り切ることじゃなくて捕まえ切ることができないんだよ。タムケンチがサポートじゃないよ、もうタンクになってるよ、やってること。セナタムケンチのタムケンチのことやってる、あのタムケンチ。味方アルティメットなんて守らなくていいでしょっつって、敵に使うわっつって正しい。後ろからユタポン来てるぞ。最後の抱擁、スネア入ったが、ギリギリ耐えました。パズギリギリ耐えましたね。まあこれは裏から入っていたので、このテレポートが来た段階でフォーカスミーとしてはもうファイトするしかなかったですね。ここのテレポートですね。なのでもういるだろうってことで強引にスキル吐き切っていたんですけど、いやスティール選手のスキルに合わせてのブリンクでしっかり避けて、ハニー選手のアルティメットも良かったんですけどね。このシールドですよね。そして Q の回復、いや、どっかでクリティカル引いてたら分からなかったっていうようなダメージではありましたね。ジンクスのフラッシュが落ちてもタムケンチいるから怖くないな。フラッシュがない時間をうまくフォーカスミートシュはスキップできれば、エンティがフラッシュ俺ないから前行かないでねっつって言われてるよ今、お願いよっつって。フラッシュ上がるまで行っちゃダメよっつって言われてる。仕掛けてるんですけど、うまくさばかれてるという。そうですね、もっとキル数増えててもおかしくないんですけど、はい、あと4キルでとどまってるっていうような状況ですね。まあ、ただペースを上げていくっていう動き自体はやめないと思います。なんならバロンを触ってでも相手を釣り出して、でも戦国ゆっくりドラゴン取っていくだけでいい。ゴールド差300ゴールド差しかないけど、この300ゴールドは重いね。スキルを使ってのエンゲージがしっかりと決まれば戦国ゲーミングはスノーボールできると思いますね。50分ゲームにしたらセナが最強になるかな。全部の CC 外からオートアタックできるようになったら勝つな、セナが140スタックぐらいレックレスになればユタポンが勝てるな。
キャッチ狙う構成じゃないからね。テレポートなんてもうサイドのプッシュに使ってよかったまであったけど。時間帯は先行ゲーミング先ほどの動きから見てもさあジェット気づいてましたねスティールの位置、まあ、かなりこうドレイクミッドからトップに蹴っていってるからね。戦国はトップサイド警戒しながらファイトを狙ってますね。セチュアニが裏から挟み込んで、まあ、ドレイクだけじゃなくてファイトも起こしてスノーボールしてるぞっていう意思がちょっと戦国ゲーミングからも徐々にエッジが消えたんでミッドプッシュできない。ちょっと固まって動くような素振り見せました。ヨネが消えてるんでファイトできない。なかなか取ることができません。戦国ゲーミング。ヨネが今映ったエンゲージタイミングだけどエンゲージスキルがない。ハンタージャングルも正直怖い。ヨネがまたトップに移るから。いやー戦国いいですね。ソウルというよりも、集団戦当たりたいですね。まあキルでのゴールド加速、スノーボールっていうところですか。はい。これ現状4キル先行してるとは思うんですけど、はい、やっぱりファームのところでどん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 フォーカスミーが丁寧に取っていったことによってゴールド差などなくなってますからね。本当ですね。全くのイーブン。こうなると、まあ、構成的にレイトゲームスケールいいチャンピオンを取っているデトネーションフォーカスミーがいいってことになりますよね。はい。しっかりとこう現状のメタを理解した動きになってますよね。トップガンクしてなかったらまだいいって言えたけどね。この状況はもう DUFM 多分3000、4000ゴールドぐらい負けてる状況ですけど、ミッドタワーが壊れたら戦国一気に攻めますね。戦国のあれだね、ジンクスはリフトヘラルド取らなくていいからだろうな。シージレンジが長いで E でゾーニングできてジンクスのパワーでタワーが取れる。うん、なるほど。戦国ゲーミングにはジンクスが必要だ。仕掛けるツールを一つ使わされましたね。デトネーションフォーカスミーが本当に相手の仕掛け、戦国ゲーミングの仕掛けをこううまくさばいてると、いなしていなしてが続いてますよね。でこのタイミングサイドレーンが押されているのでサイドの対処に行かなければいけない。ただテレポートがある。これはいいタイミングだ。でもエンゲージされちゃうぞ。一気にデトネーションフォーカスミーです。さあテレポートはせずにパズが上がってきます。おー、エンゲージしないんだ戦国。ここ我慢すんだ。多分ジンクスの装備待ってんのかな。インフィニティエッジ待ってる。間に合わないですよね。そうですよね。デトネーションフォーカスミー当然トップサイドに動いていきますからジェットは引くしかありません。装備見して、リンクスの装備待ってんじゃない。ボールの投げ機、スタンがエンティに入っています。しかしバックチョッパースネアでエビを捕まえてそこにテレポート合わせてくるのは戦後ゲーミング。一気にエビにフォーカスを入れていくエビフラッシュアウト、グラビティフィールドでワンスの動きを止めた。いやこれはフォーカスミーの狙い通りにはなりましたね。エビ選手がちょっとバックチョッパー踏んでしまったのでフラッシュは吐かされましたけど、行くと見せかけて引いて相手にテレポート、そしてアルティメットを使わせる動きでしたね。ケールのアルティメットぐらいだったら全然使っても問題ないですから。それでまた戦国ゲーミングが攻めるツールっていうのを奪われましたね。いやこれジンクスの装備待ってるだけじゃないの。選手がテレポート使ったことによってアイテム欄見してくれ。アイテム欄、アイテム欄ジェット選手やりづらくなりました。マルモティウスか。余計にちょっとゲームのテンポを上げる動きを戦国ゲーミングがしづらくなってますね。ピッケル積んだ。やっぱインフィニティエッジまで待つんじゃない。AP 濃いからフックスドリンクは早めに積んでミッドタワーとインフィニティエッジ待ちでしょう。さばいているという印象があります。デトネーションフォーカスミ、いやそろそろビクターのダメージもバカにならなくなってきてますね。ジェット選手がソロファームずっと続けてるのでレベルでは先行できてるんですけど、まあ2コアと無駄にデカいロットまで購入できてますからね。ヤハロン、これでラバドンとかまで行くと、いよいよちょっとビクターのダメージが尋常じゃないほど育ってきそうですね。ミッドタワー取りに行ってる。もう戦えるって判断してるっぽいな。もうこれ取られたら FM 負けちゃうから譲れない。全部のスキル使った。さあスティールがボールの投げからエンゲージ、ハートブレイカーはハニーめがけてドーニングシャドウのダメージ、ワンスがカバーするように旋風演武。さあただまだスティールが追ってくるぞ。 CC がない、構えられない、構えられない。
が氷河の怒りのスローが入る。ジェットのトップレーンからの最初に当たっているデトネーションフォーカスに3名、その間にエビにフォーカスを入れていく戦国ゲーミング。さあ一気にエビまで打ち取って2キル獲得に成功。戦国ゲーミング5対3の状況を作り出したが、ヤハロンのデスレのダメージかなり痛いぞ。さらにはイモータルシールドボーまで発動したので、いやヘルスが、あーこれバロンは難しいですね。バロンは難しいですね。戦国ゲーミング一旦リコールの判断です。ちょっとフォーカスミューからすると追いかけすぎてしまったというような構図にはなりましたか。いやテレポート使ったんだから追いかけなきゃいけないでしょ。 FM はケールのテレポート使ったんだよ。ケールのテレポート使ったってことはセジュアリがサイドプッシュして先にサイドレーン有利な状況でグループアップするんだよ戦国は。だからこれもう1キル取らないとDFM は負けるんですよ。バロン触られて。だから自分たちがバロン触るしかないから、もうこれテレポート使った以上は。だから1キル絶対取らないといけない局面だったんだよね、FM 側からすると。だからあそこまで追ったんだよ。これテレポートよりあるから、セジュアニがボットレーン体出して、ケールがあのボットレーンに体出した瞬間にバロンラッシュです。ソウルでもこれやってたと思いますね。で反転して勝ちですね。本当にドラゴンソウルを取ったとしても構成で、その準備を今からするんじゃないですか。あでもパズミッドレーンに体出すんだ。ボットレーン行くべきだけどね。あやっぱ行くよね。そうだよね。おそらくどのソウル来てもこれやってたと思いますね。なるほど。まあ、ケールがボットに移ってて、でこっからヨネとセジュアニが再動して。ケールはテレポートがないので合流して、で戦国がワード補充したエンティがバロン周りの視界チェックして、あ準備してますね。今全員リコールかけてコントロールワードヨネが2個買いました。クロスアーマー変えたんだけどやめて、だからこれアクションしますね。見てください、コントロールワードが 1,2,3,4,5,6 個あります。戦国ゲーミングデトネーションカスミは2個です。しかも背中いる分だけやっぱり見た目以上のゴール差がついてる。さあセジュアニがボットレーンをプッシュしました。さあもうすぐ30分、姿を隠してセジュアニはずっと映っていません。あ今ミッドに映りました。映んなきゃパズこれ成功してたのに。レベル16になると、あもう本当にもう少しですね。ケールが映りました。ゴーバロン、トップレーン乗せてます。ゴーバロンです。これで反転か取り切りか。さっきケールがテレポート使ったからテレポートないよ。ビクターがボットレーンクリアしなきゃいけなかったんだよ。おうまい、あ、避けたピザボン。カオスストーム、ドーニングシャドウ、ダメージは入れているが、キルにはギリギリ届かないか。あただエビ合流、パズを見つけました。パックンチョッパーで道を塞いで逃げ切った戦国ゲーミング、全員生還。エビ選手のレベル16優先の動きに対してテレポートがない中でボットに行ったと、すぐさまバロンを始める判断が見事でしたね。パズ選手のボディブロック、戦国冷静です。これでいいっすね。ちゃんと自分たちがアクションしたいタイミングでヒントしますね。あちょっとテンポ遅すぎるのはあれだけど、次のエルダードレイクのファイトに向けてもどれだけゴールド差つけておけるかは重要です。エルダードラゴンはデトネーションフォーカスミーもう捨てるという判断ないですよね。ないですないです。ここは必ずファイトになります。帯同してになりますが、そうなると気になってくるのは装備状況。エビのスリーコは間に合いますかね。まあ、間に合わせないといけないですね、これは。あわお、交通事故だった今の。 FM からしたら交通事故ですね、もし当たってたら。ジェットはボットレーンに出ていって、エビとの 1V1、 あただ3名とはうまくエビが回避して、オートアタックのこのダメージです。いや、やはりレベル16へ到達したケイル強いです。
18の米なんですけどね、レベル3にあるはずなんですよ。いや、米2ショットなんですよ。ダブルと9当てただけでこのダメージトレードなんで、あれそうですね、出ていたら米の方が強いよなっていう印象を感じなきゃいけない。これはちょっと実況解説ちょっとね、米強いなって言わなきゃいけない局面だけど、おお米強えっつ、ダブルと9と E のダメージで体力3割吹っ飛んだけど、これケール勝てないんじゃねえって言わなきゃいけないね。さあまだ行くか、相当強気にプッシュしてる。ヨネのボットプッシュに対応しての動きでしたね。ミッド CG、ボット CG、トップレーンがでもプッシュできてないから戦国ちょっとやりづらい。トップレーンのウェーブ考えないと。あ、エルダー考えるかな。もうバロンバフ残り15秒だ。ちょっとタワーあんま取れなかったね。天国なんでだ。そうですね、もう残り1分ですから。ウェーブクリアはまあ確かに強いのか、 FM が。さあデトネーションフォーカスミーもこのエルダードラゴンに備えていきそうです。エビのスリコは間に合いましたね。間に合いましたね。よー、セジュアに勝て、アイアンエルクサー飲んでる、パズ偉い。もう次のファイトが勝負だから、アイアンエルクサー勝ってる。このパズのビルドはマジで偉い。羽全部使い切ってる。いやこれ間に合わない、ね、間に合わないですね。あと600ゴールドですから。もうパズ溶かせないですよ。このセジュアに溶かせない。このビルドマジ褒めてほしい。かなりダメージ出ますね。これマジで褒めいやパズマジで偉いな。これこのアイアンエリクサーは効くよ本当に。アイアンエリクサー飲んだ。一回小競り合いしてアルティメット使ってないんだよね天国。ジェット、うおー、ユタポンよける。ジェットクソうまかったけど、まあやはり選手の立ち位置全部避けなきゃいけないね全部避けなきゃいけないんだけど、まあなんか食らっちゃうよね。さあエルダードラゴンは戦国ゲーミングが取ります。これで一気に有利になりますね。わあ、ジェットも自然の力積んでる。溶かせねえ。構成というエルダードラゴンバフは相当厳しいですよね。ユタポンに金集めるしかない。必ずフォーカスミーは集団戦避けなければいけません。これ避けてんのやばくない？なるほど。これでもう聖なる審判使うしかなかったんですね。それ見てからエビ選手に対して一気にフォーカス。フラッシュないんだよ。多分視界外からの米の QR だよ。ジェット選手のアルティメットが外れた時に戦国ゲーミング苦しい。いやもうデイワンがいたら多分叫んでんだろうな。確かに戦国が強かったんですけど、今のポンさんのあのステップ、あのステップが ADC にとってどれだけすごいかっていうのを僕は分かってほしいと思うんですけどって言ってる。多分 A1 なら間違いなく言ってる。絶対感動してる。今度聞こうで言う。でなんで戦国が勝ったかっていうと冷静になって多分喋るね。いや俺デイワン好きよ。他にしてるとかじゃない。ああいう風に言うだろうなって想像がついた。あのステップはまあそれぐらい ADC やってる人からするとあのステップは異次元なんで、感動する領域のステップだよあれ。視界外からの米の EQR だから。さあそ
トップのジェットのプッシュに合わせて戦国ゲーミングローテーション。インヒビタータワーデトネーションフォックスに。でもまだこれ戦国完成形じゃないな。ネクサスタワーの防衛に参加するようです。さあこれ戦国ゲーミングはどうする？ゲームエンドを見ているか。エルダードラゴンのバフは残り30秒ありますよ。ありますね。家がの癖だよな、これも。ありますよってまた言ってんだけど。残り20秒ある。まだいける。バロンバフがあと30秒ありますよ。ありますねって言うしかないじゃん。ありますが、ここで決まりますかって聞けばいいのに。止まらん止まらん。確かに。おエキサイティング。いや最序盤のところではフォーカス目にかわされてかわされて、はい、このままかなり苦しい展開、レートゲームスケールの展開になるかなというふうに思ったんですけど。まあ、これは切り替えれるよ、でも DFM は。使ったエンゲージを数回決めてから。このドラフトでここまでイーブンなんだもん。30分まで。